ツインクルプラザ、テイネシテンツインクルプラザは、北海道旅客鉄道が運営する旅行センター及び、その愛称である。国鉄分割民営化に伴い、JR 北海道管内の駅に付随して設置される旅行センターとして1987年7月1日より、営業を開始した。国内、海外の主催旅行、手配旅行、だ旅行会社主催旅行の取り次ぎ、航空券、 緑の窓口と同様の乗車券類の販売など旅行業務全般を手掛ける。1994年時点で駅構内にある店舗は旅行センター愛称をツインクルプラザと呼んでいた。1999年に小規模店舗を駅旅行センターへ改称したが取扱業務は同等である。駅から離れた箇所や北海道外に所在する店舗は JR 北海道プラザ。 トラベルセンターと称する。ツインクル旅行券を発行。各店舗や JR 北海道管内の緑の窓口で使用できる。旅行積み立ても取り扱う。東日本旅客鉄道が発行するビュー商品券は大阪支店を除く上記各店舗ビュー商品券の取り扱いステッカーが掲示されている緑の窓口、キオスクにて使用できる。 JR 他社グループの旅行代理店、ABCDEJR 時刻表ピアニッシモ 988ABC コンの春を札幌駅116年の奇跡、北海道 JR エージェンシー1996年12月228から230ページ。ありがとうございます。